よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。今回はさくらさんとデートでーす。イエーイ。ここはあれだ、金魚すくいのところだな。金魚すくいでもうポンポン取っちゃうからね。ポンポン取るよ。もうポン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 。おえー、あら、変わったよね、服。今来たところだよ、俺も。あ、正直ね、ちょっと肩抜きやりたいな。すごく似合ってるよ。一番上でよかったよな。一番上でいいやろ。そうほらー、一番上でいいよな。何に挑戦？まあ、金魚すくいかな。頑張って。7個いきたいな、正直な。まだ1回もね、7個いってないからな。今日は俺の本気が見えますよ、皆さん。さて、行くぞ。よし、こっちだな。先読み。OK。先読み。よし、2匹同時。先読み。おい、2匹同時。先読み。よーし、いい感じ。あと1匹だな。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。ほっ。あー、破けたか。やっぱり6匹ぐらいかな。無理だろ、これ6匹以上。やるじゃない。あー、やっぱ6匹か。カメね、取りたいな。前取り、また来てくれよ。なんかね、見た感じだと、公約サイト見た感じだと、最初にカメを取ると、なんか、3年目とかになると、うなぎが取れるらしいですよ。うん、うなぎやったかな。あ、よく覚えてねえわ。全然よく覚えてねえわ。イエーイ。すごいだろー。じゃあねー。でね、今週はね、俺の誕生日だから、誕生日だから来いよ、来いよ、俺の誕生日、誰か来いよ、マジで。ピンポン。好感度が低いんや、マジか。これ全部無理かもしれないな。電話だな。とりあえず8月の28日、あ、違うな、花火大会は強制イベントだから。はい、あ、今日はどうした？ちょっとね、好感度が低いんで、8月の13日で、あれだな、ちょっと好感度上げるか。ファンキーショップ、美術館、スタジアム、スタジアム行こうか。よしよし、オッケーオッケー。これで好感度を上げて、一旦セーブしよう。で、さくらさんとデート。で、次もさくらさんとデートやろ。で、次に電話して、八重さんと遊園地に行くという、そういう感じかな。お、服変わってる。うわー、夏服っていいよな、やっぱりな。こう肌がな、露出したな。変態じゃねえか。ただの変態じゃねえ。ここ遊園地は面白いアトラクションがいっぱいあるんだってさ。いやー、ジェットコースターだろう。はい、ジェットコースター。ジェットコースター大好きって言ってたからな。そりゃな、好きなやつに乗るのがな。でもさ、遊園地来てさ、ジェットコースターだけやって帰るってやべえよな、実際のところな。やっぱフリーパス買ってさ、いろんな乗り物にさ、乗ってさ、てかさ、あ、やべえ、スペースワールドー。そうだよ、今年でスペースワールドが潰れちゃうから、スペースワールド行かなきゃな。11月だな。スペースワールド行かなきゃな。スペースワールドな。やっぱりあの、急降下するところがいい。いやいやいや、このあの内臓が浮く感じはたまらないよ。これね、印象があるな。これめっちゃ印象があったな。ナイトパレード。これやっぱ遊園地っていいよね。2回選択肢があるけどさ、あれ、好感度が2回上がるんだよな。うん、すごく綺麗だね。イエーイ。もうここら辺の選択肢は知ってるぞ。じゃあ途中まででも一緒に帰ろうよ。これ絶対もうあれでしょ、もうあれですよ、完全に完全に彼女でしょ、これは。
でもね、放置するとな、あれなんだよな。毎日 LINE しろや。しっかり LINE してから、こうやって好感度を下げないように、これバババババ。俺だけか。はい、すいません。LINE 大っ嫌いだからね。LINE するのめんどくさいから。LINE 忘れちゃうしね。はい、はい、佐藤さんとデート。これでね、次のね、花火大会は必ずイベントがあるはず。好感度超高い今。うわぁ。あぁ、服装変わってない。服装変わってないんか。おい、とってもいい、最高の気分。これで20万。あれどうかしら、上昇。はい。今日は楽しかった。まさか同じ選択肢が出るとは思われたな。同じ選択肢の時は別の選択肢にしないと、あ、それ前も聞いたよみたいな感じで言われちゃうからね。ここはね、変えた方がいいんだよね。で、合宿か。合宿の選択肢でこれどうしたらいいんだ。別になんもないよな。合宿の選択肢は別に何もなさそうな感じだからね。とりあえず合宿行こう。今日から合宿だ。うえ、気合入ってるよ、俺はもう。そう。でも、あなたは、私から見れば、まだまだ。まだまだか。よし、ゲームるぜ。あ、ダッセーな、こいつ。あ、合宿って部活の合宿なんやね。この顔やめろ、顔。顔やめろ。あ、出たー。これどうしたらいいんだ？合宿で何も書いてないから、これは別に見なくていいんだ。よし、これ体調アップや。で、8月で、ここでね、電話を、誰だっけ、あ、そう、八重さんね。八重さんに電話。八重。ここで遊園地に誘いたいと思います。ここで遊園地、あれだな、拒否されたら困るな。遊園地、その日は、よっしゃ、いいね。みんな断らんね、最近マジで。超超最高、超最高、超超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 最高だよ。よし、来たー、花火大会、女の子を刺す。で、ここでね、イベントが、かえでこちゃんにイベントがあるんだよな。いいよ。もしもし、佐藤さんのお宅でしょうか。あ、佐藤さん、さくらさん、カレーだけど。電話くれて嬉しい。おお。花火大会。やったぜ、早速出かけようぜ。あ、さくらさん。花火大会なんて。うわ、着物が変わってる。浴衣着てくれてくれたんだね。はい。さくらさんも一層綺麗に見せるよ。あ、そろそろ始まるみたいだね。BGM が違う。なんて綺麗なんだろう。いやー、本当思うよ。うん、世界に誇れる技術だよね。そう思うな。これね、去年と全く同じ選択肢なんだよな。大丈夫かな、これ。花火も終わったね。佐藤さん、さくらさん、そろそろ帰ろうか。あれ、どうしたの。あの、私さくらさん、どうしたの。ごめんなさい、私、明日ね。うん、ちゃんと聞いてるからね。うん、今日とっても楽しかった。最高に楽しかったよ。
だったらどうして泣いてるの？泣いてなんてないもん。泣いてないって。さくらさん、さよなら。さくらさん、行っちゃった。さくらさん、どうして泣いてたんだろう。俺は知ってるけどね。さて、ヤエさんとデートしよう。こいつクズだな。こいつクズだな。その後電話しろよ。あれ、時間違ったかな。ごめんなさい。いや、今来たところ。うわー、不良来た。ここで不良来んなや。ここで不良来んなや、マジで。おい、ここ遊園地やぞ、次。ふざけんなや、バカ。これリセットやぞ、これ。もう。おい、マジかよ。ふざけんなや。これ絶対来るんかな。いや、ここね、観覧車とナイトパレードがあるから、ダブルだから結構ね、でかいんだよ。マジか、こいつアホじゃねえの。とりあえず見るか。とりあえず見よう。ダメだ、回避できねえな。ちょっとこいつ、こいつマジ回避できねえ。こいつマジで回避できねえかった。いろいろやったんだけどな。はい、ということで、まあいろいろやったっていうのはそうですね。あ、勝手になんだし、まあいいや、まあとりあえずいいや。まあいろいろね、こうほら、こう配置変わってるでしょ。配置を変えたり、ちょっとセーブを何回かしてみたり、ロードを何回かしてみたりみたいなことをしたんですけど、結局パレードには行けなかった。ディスク3行きます。はい、とディスク3から戻ってきました。いや、ほんと不利うざかったな、マジで。何回してもね、なんかね、ダメだったんだよな。で、どうしようかな。9月のイベントはデート、光とコトコのプッティンクってなんだよ。プッティンクってなんだ。で、9月のイベントはですね、9月の3日、プッティンクに行くと書いておりますが、9月の3日、今日じゃん。9月の3日、今日じゃん。じゃあ、あれだな。わあ、これセーブしないと、またあそこ見らなきゃな。まあいいや、とりあえず、光は別にどうでもいいんだ。そうだ、光はどうでもいいんだった。光はね、もう一応、もうエンドしてるからね。光を誘う理由は全くない。もうあいつがね、どんだけ爆発しようが、何をしようが、もう、ほんと、核ミサイル撃たれようが、何しようが、もう光はどうでもいいんだよ。ということで、水月さんを、お、めっちゃ怒ってるー。へぇ、割と素直に謝る。あー、これもし、爆弾抱えたらあれなんか、電話したら治るんか。うん、あー、なるほどね。オッケーオッケー。あ、爆弾抱えたら電話すりゃいいんか。なるほどね。どうやって解除するんかなってずーっと思ってたんだよな。なるほどねー。とりあえずここまでセーブして、次だな。来たー。匠からのねー、これな。知ってるか、さくらさん。え、どこに。今調べてる。情報が入ったら教え。マジかよ、さくらさん。はい、とで、ここで電話します。みなずき、もう一回ね、みなずきさんに電話して、今度こそショッピングルームに、モールに行きたいと。いいじゃん別に。4月の、なんか救急車。ああ、あれか、旅行か。で、これでショッピング。予定があるから。ああ、マジかよ、死ねえ。死ねえって普通に言っちゃう。そういえば今日は一文字さんの誕生日だったな。誕生日をあげる。さあ、何にしよっかな。ハンドクリーム。こいつ何がいいんだ。ハンドクリームだってさ、マジか。あ、そっか、こいつあれか、料理が好きなんだよな。ちょっと一文字さんに電話して、機嫌を取り直して、ちょっと誕生日プレゼントをね、もらってもらおうっていう作戦です。これからバイト行くとこ別に
うぃー、どやー。ふぅ、やっとちょっとは会話の糸口を見つけたな。やったぜー。これで誕生日プレゼントをあげれるようになるはずです。あげる、ハンドクリーム最高。電話あった後にすぐにね、行くというね、迷惑極まりない。いないいないいないじゃねえかよ、おい。いないじゃねえかよ、おい。おい、ふざけんなよ。え、まだ相性悪いってことか。え、どういうことだ。もうわかんねえよ、俺もう。俺これ全部これ無理だ。これ無理だろ、これ。ちょっとさ、ちょ、見よ。ちょ、みんな見よ。あの、もういいよ。もう全員無理だ、これ。全員無理だよ、これ。マジで。ちょ、たくみに電話して、評価を見たいんだけどさ、ほら、あ、でもさ、一文字普通じゃん。でもさ、それ以外さ、みんなさ、残念顔なんだけど、大丈夫これ、ダメじゃん、もうダメじゃん、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 もうこれダメじゃん、これ無理じゃん、これ無理だろ、これ無理だろ、なんでこれ光あの爆弾抱えとったのにあれなんやろ、これ無理だろ、これ。はい、ということで、戻ってきました。ここで一文字さんに電話しても、ハンドクリームをもらってくれないということで、でも、ことこちゃんを、9月はちょっと狙っていこうかなと思っております。まずこれを電話して、謝ります。すいませんでしたという感じで、あれ？怒ってないぞ。怒ってないぞ。あ、もう電話した後か。とりあえずショッピングルーム。予定があるから。で、ここの、デートは必ず、もう必ず、もうね、もう絶対に行くような感じでね、行きたいと思います。はい、これ出ない。知ってる。渡せない。はい、知ってる。もう選択肢関係ない。とりあえず、ここのね、2階で、ことこちゃんをね、ちょっとね、デートに誘いたいなと。え、待ってよ。あら、すいません。そうね。お、来た、やっと来た。結構よ。よーし、やっと来たぞ、セーブション。いやー、やっと来た。これ、ね、誕生日で絶対渡せないけど、とりあえずやってみる。もうここでセーブしちゃう。やっと進んだ。はい、出ません。知ってます。ってことでセーブして、でもことこちゃんの、もう、本当にね、めっちゃあげるからね、マジで。めっちゃあげるから。次は、そうね、お、来たー。来た、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 来た。やったー。いい調子、めっちゃいい調子だぜ。よっしゃ、デート行こう。2回連続デート行ったら、まあ、そこで切ろうかなと思っております。ちょっと早く着いたな。あら、早かったのね。まあね、そうならよ、行こうぜ。みなずきさんって礼儀正しいよな。でもね、礼儀正しすぎる人俺嫌いだわ。ちょっとね、もう雑な人でいいわ。この美術館、珍しいものが展示されているらしいね。そうなの。そうだよ。この絵が上と上下逆でずっと飾られてた絵があるらしいよね。そんなことはどうでもいいんだよ。一番上だな。そうだな、俺もそう思うな。分かって言ってるの。まあいい。分かって言ってるに決まってるじゃねえかよ。おい、今日はとても楽しかったわ。うえ、ではじゃねえ。よーし、いや、ここでセーブしてやめようかな。今回ね、ちょっとね、断られまくってね、めっちゃね、時間かかったんだよな。というところで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、次回は修学旅行プラス水月さんとデートっていうかね、2001年だから3年生になっ
て、まあ一旦こう11人デートを終わらした後は、あの一人一人ねエンディングをね、2001年からね見ていこうかなと思っておりますので、そういうつもりでやっていきます。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ブレブレイチョイハイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。